のランチなのかな、分からんね。まあでも入るよ。デザートって今日季節のデザートって何ですか？季節のデザートでしたらこちら、チョコパフェ、タピオカ入りの豆乳プリン、ゆず大福になります。チョコパフェ2つと、はい、コーヒー2つ、ホットコーヒーを、はいはい、お寿司とうどん好き膳、デザート西夏木が来ました。お母さんすごいね、火が燃え盛ってます。はい、こちらがおまかせの方になります。どうですか、これ美味しそうでしょう。ランチタイム行くとこのセットとかがちょっと内容変わるんですけど、だいたい1000円ちょっとぐらい、1000円から、まあ、味噌汁つけたりうどんつけたりで値段変わるんですけど、1000円とか1200円とか1400円で食べれます。で、単品でマグロの中トロも注文しました。美味しそう。エビもあります、大好きなエビ。そしてこれバイ貝です。北陸では定番なんですけど、全国的には珍しいと思います。コリコリと柔らかい部分があって、とっても美味しいバイ貝。そしてこちらがタコですね。もりもり寿司のタコ大好きなんですよ、これ。美味しいです。ぜひぜひ食べてもらいたいですね。非常に美味しいですよ。そして卵焼きです。大きな甘い卵の中にご飯が入っております。タッチパネルで全て注文するような感じですね。ほら、なんか回ってきたと思うと、これパネルです。商品の紹介パネル、マグロ3点盛りとか、これ見て、お、これにしようかなみたいな感じですね。そしてこちらがグランドメニューです。グランドメニューの方もメニューが新しく綺麗になってました。見ていきましょう。それではちょっと麺からいただきましょうか。うん、うまい。本マグロ大トロ祭り140円、おすすめ五貫盛りが860円が440円、センベロ1000円などもあります。はい、真ん中の方にイケスもありますよ、こういう感じで。氷見直送のブリ、満腹ランチ15貫1000円、味噌汁付きが来ました。美味しそうですね。はい、はい、はい、こちら、はい、彩りランチです。メイさんが注文した彩りランチ、握り8貫、茶碗蒸し、ミニサラダがついて860円、味噌汁はセルフでついてます。これも美味しそうです。はい、ママさん、イカ、まずはイカからいただきます。いただきます。あ、なんかイカ食べる、いただきます。はい、はい、到着。
日替わりの特盛りてんこ丼です。これが1000円です。ご飯の量は小中大と選びますが、今回は中にしました。ほら美味しそう。あ、マグロやって隣のちっちゃな子から声が出ました。With you, I can't be sad. With you, just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. お店が2月16日に金沢にオープンしましたので、今日はオープンしてから1週間、2月22日1週間ほど経ったので、ちょっと落ち着いたかなと思いつつ、本日お邪魔しに来ました。はい、はい、ありがとうございます。卵黄を崩してこんな感じです。麺を持ち上げて、よし、なかなか上手でしょ。お、いい感じに混ざってきました。うわ、極太です。美味しそうな太麺。こんな感じですかね。これも混ぜます。中遅めのランチを楽しみます。ゆっくりドンキーです。しょっちゅう食べとるくせに。何食べとらんよ。あんたに。
並んだとこ入って食べたもんね。酢ばっかり酢ばっかりずっとまた濃厚やね。明日までに持っていってほしい。みんな今スクランチにした後やさかいにあんたぶつかるが多いねん。お母さんなんかどこでも一人で行ったことないさかいあんたみんなに積んだって言ってはああそこはこんなの食べてくれたなとかって思う。外で食べるってことが気がついてる。そうやね。